山田フリックして駒井が回収します。かつては琴のドリブラーと称された駒井。中原からブルーの面です。あ、岡村ブルーの面で詰める。そのままシュートだ。セレッソ勝ち越し。2020年に札幌戦2ゴールを挙げたブルーの面です。勝ち越しゴールを奪いました。いやー、ここもね、高見選手からのバックパスが入って、横パスが入って、ブルーの面やっぱりここ諦めずにやはりしっかり追っていったっていうことが、まあ、一つこのゴール生みましたよね。あ、少し岡村選手軸足に当たった分空振りをしてしまったっていうところはありますけども、まあ、これを見逃さないブルーノ・メンデス選手のこの追い、